1時2分やっほートロント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 ンやっほー1時2分で3枠目もうこの時間に3枠目っていうのがなんか不思議だけど3枠目です。よろしくお願いします。あ、目覚めてきた私やっと目覚めてきたおはようございます。あれあれ君は絵文字はどこにいるんだ。君の絵文字は よし。ポストポスト。不思議だよね。え、1ヶ月前ぐらいまでツイッターじゃなかったっけ？いつぐらいなんだろう。不思議。変わらないと当たり前と思っていたことはこんなにすぐに変わっちゃうなんて。どんなにうちのめされたって Hey。あの私さ、前髪を次の配信の時間までに作ります、作っとくの目標とか言ってたけどさ、まだメイクをしてから前髪だよなって思って、メイクしますわ、メイクをしますわ。でも今日は別にそんなメイクして行かなくてもいいので、してメイクさんいらっしゃると思う、してくださると思う、軽くしますわなんなら今しても落とすかもしれんけど、そう前髪作るどころかなくなってる、申し訳ない、作るとか言ってたのに。今世界に一つだけの良い力を見たよ、みんなで拾うとの剣顔ちなみに私がいつも愛用している下地はこちらです、ラロッシュポゼ。ちょっと白飛びしちゃう待って、本当に白飛びするからさ、こうして、え、こうしたら、え、こうしてもさ白飛びするくない？デコカリン生活さんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。やばい、まだ何にも下地を伸ばしてない状態で申し訳ない、ありがとうございます、ありがとう、めちゃかわいい、タワーありがとう、よいしょ。あ、ピントを合わせる目的か、そういうことか、
自分に ピントがなっちゃうから、その手で持ってるものにピントを合わせようという、そういうあれか、そういう感じね。みんなに私のメイク用品を紹介していこう。もう眉毛は描いてる。私の大切なキレートレモンが倒れた。あれ？眉毛が、よいしょ。眉毛を描いてるのはこちら。ずっとこれ使ってる。これは私、本当はここにキャップとこっちにもキャップがあるんだけど、もうね、絶対になくすの。なんでだろう。でびっくりしてデコで止まっちゃった。レインボースターいっぱいありがとう。10連いっぱいありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。スター、デコカリン生活さん。デコカリン生活、まあ確かに昨日もなんかおでこ見せたし、今日も見せてるから確かに過言じゃない。デコカリン生活、これからもよろしくお願いしますとか言ってたら、ほら、あった。ありがとうございます。ありがとう。はい、じゃあもう書いてます。こうやって書くの。なんかさ、私は割と眉毛が垂れてハの字に見えちゃうので、これでもね、あの割とね、改良してあげたんだよ。あげてるんだよ。上がって見えるように頑張ってるんだけど、それでもこれでやっと平行ぐらいかもしれん。いや、これでもう下がってるかも。私の、なんだろう、初めの僕の太陽公園あたりを見ていただけたら、もっと下がってる。もっとハの字なの。本来のまつげがハの字だから、ちょっと形を改良してるの。なので眉毛は描かなきゃいけません私。さっきまつげを上げたときに目尻側だけアイライン引いたけど、アイラインは アイライン引いてるときの顔って大丈夫かな、事故かな。まつげのね、隙間を埋めていきます。やばい、事故かもしれない。大丈夫ぞ。口が開いてた。待って、恥ずかしいかも。ちょっと閉じよう。え、待って、閉じてするの難しいな。閉じてするの難しいということは、あれか、普段開いてるんだ。多分普段開いてるんだね。ラップしてするっていうのがすごい違和感だもん。
いや絶対に開く気がする、絶対に開くな、これ逆に閉じてやる、もうしゃずっと喋っとこう、なんかに開いちゃう、こっち側引いた目地、目のまつげの間違わん、違いわかるかな。アイラインはラブライナー使ってます、ダークブラウン使ってます。両方引いた、これでまつげの間が埋まりました。そしてコンシーラーを紹介します。私はコンシーラーが大好きマンなのでコンシーラーを紹介します。一つ目、まず一番初めに使うコンシーラーがこちら、コフレドールさんの、ちょっと名前は忘れちゃったけど、なんかクマ用です。クマ用一番初めにやるの、ちょっとオレンジ味が強いのでこれでまず熊を飛ばす。そしたら最近はずっとこれまではイヴ・サンローランのコンシーラー使ってたんだけど、最近はこちらです。部屋が映る最近はこちらですこちらです、ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーです。を使ってプラスで塗っていく。コンシーラーは重要。そしてさらにさらにこの上から、もうなんかさ、もう削れてどこの何かがわからんどこの何かもう見えない、もうわかんないやつをさらに上から重ねていくんですけど、これは新しいのを買わなきゃいけない、もうなくなりかけてる。そう、これは分かんないやつです。でも確か韓国のやつかな、ですです。
名前はちょっともう削れちゃって分かりません。そう、そしてあとなんだ、最近ハマってる最近ハマってるこちら、メイクをキープするやつ。下地が終わったら、まだ終わってないけど、シュ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 ってしてする。最近好き。公演前とか使ってる。あ、ケープじゃないよこれ。メイクさんに少し前貸していただいて使って、そしたらやっぱなんか公演、一公演終わった後とかも普段よりメイクが崩れてない気がして、買いました。自分でメイクアップフォーエバーミストフィックスマット、これはちょっとまだ終わってから使う、一番最後に使うのでまだです。そう、メイクキープミストを最近入手しました私。そう、プロ推薦。そう、めっちゃ汗かくからさ、メイクとか崩れちゃうんだけど、その崩れがするのとしてないとのでは違う気がした。違う気がしてる。この部は32分までだね。なぜ出したって、そのまだ今は使わないけど、今は使わないけど最後に使う。ちょっと紹介したくて、最近のおすすめなので出しちゃった。あとはなんだ。諦めないでどんな時も。これは絶対見せれないファンデーション、クレオのキルカバーファンデーション。なぜ見せれないかというと、もうガラスになってる、ガラスっていうか鏡みたいになってるの表面がねだからちょっと見せない好き。これ使ってるファンデーション、初めて紹介してる気がする。こんなメイク道具初めてじゃない。ポルジョのファンデーションも使います。今はいいや普段は下地、今下地し塗って、肌補正、赤み消すやつ、赤み消すやつ塗ってファンデーションしてるけど、今はいい、今はいいです。そう、あとはなんだ、私のこのさ、コンシーラー、ディオールのコンシーラー、私のだけだと思うんだけど、すっごいね、液漏れしちゃうんだよね。他の持ってる人に聞いたら、え、しないよって言ってたから、多分私のだけなんだけど、だからちょっと取り扱い注意。大切なのはあれだね、シェーディング、シェーディングも重要。影作るやつ、こうやって削ります。シェーディング
ってからの、あれ？あ、ハイライト、ハイライト RMK ロースティックファンデーション、キラキラするやつを鼻のてっぺんとここのくぼみとなんかここらへんと唇の上とちょっと顎に塗ったらキラキラして、そう、影と光を、光と影を入れていくんです。削るとこは削って、上げるとこは上げて、そう、そうすることによって立体感を出します。そう、メリハリ大事まるで描いたのようでは、確かにね、ちょっと似てるかもね、絵を描くのとね、メイクって影を出します。そうそうよ、毎日メイクするときはしてる。あとまつげ、私はまつげ、今はまつげ上げて、まつげ下地だけ塗ってる、キャンメイクのやつ。なんかまつげ下地さ、いろいろなものを巡ったんだけど、結局キャンメイクの透明のやつ一番キープされる気がするので、その下地だけやってる。本来は上からマスカラを塗ります。コブラ、ヘレナのコブラなんちゃらブラック、真っ黒のやつ塗るんですけど、今日はいい普段なら塗ります。そしてあと何、アイシャドウ、私が使ってるのはルナソル01番、アイシャドウ、涙袋に、涙袋じゃないね、まず内側に濃い色を入れていきます。え、なんかさすごいメイクを配信でするのが新鮮すぎる。一番濃い色を、鏡が濃い色をね、目の際内側に塗ってぼかします。でも結局のところ大事なのは涙袋な気がしてる。涙袋に一番キラキラのやつを、ほら、キラキラのやつを塗る。にょん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 。キラキラのやつを塗る。そして
と影を描いて、ほら、そしたらくっきりする。結局あれだね、メイクは光と影ですね。光と影が重要だね。待って、もうこんな時間、意外と意外とちょっと紹介しだしたら話したいことがいっぱいで思ったよりもう時間あと5分か、33分。でまあリップ重要。私割と唇に色がない人なので、最近はあれ、指原莉乃さんプロデュースのやつ使ってる、リリミュー。何色だっけ、サンゴブロッサム。分からん、もしかしたら色味の名前が、お名前が違ったら申し訳ない。色をつけます。なんかリップはさ、もう自分が何色が似合うのかも分かんなくて、コーラルピンク系を使っちゃう。こんな感じでやっております。今日はメイクしていかなくてもいい日だからちゃんとはしてないんですけど、こんな感じ。ちょっと今度ちゃんとバッチリメイクを決める配信もしたいな。このような感じの手順でやっております。あとなんだ、パウダーつけてシュシュシュメイクキープするの。そう、しよう。いや、30分で頑張ればいけるよ。今度しよう、メイクを一から。20分メイクみたいな。もうこんな時間、あっという間でした。あっという間でした。メイクしてたらあっという間でした。次は8時3分から8時33分までなので、よろしくお願いします。ありがとう、この時間もありがとう、来てくれてありがとうございました。もうあと1分か、そうか、壇上を読ませていただくと思います。13位からヤマンジさん、タカヒーロー、タカさん、ツナさん、ヤマイさん、ヤママダさん、ゆずきちさん、千畑さん、あやじいさん、お姉さん、まいちゃん、静岡の天パのたけさん、かずささん、もやし生活さんです。もやし生活さんです。ありがとうございました。ありがとう、大好きだって愛を叫んでくれてる。ありがとう。じゃあ次はね、8時3分に会いましょう。ありがとう、また差が縮まってる。3分までか、あ違う、2分までか、危ない危ない、32分までだか。ではでは、ごきげんよう。次こそ前髪をしとく。いやー、頑張ろう、やー、バイバーイ、またねー。